はい、みーママです。すいません、ちょっとパジャマでマスク姿で申し訳ないんですけど、今日はね、楽天でね頼んだものがあって、それがすごい良かったので紹介したいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということで、その紹介したいのがこちら。これね、ほんと今さっき届いたんですけど、こちらは楽天で購入したきび高原野菜15品野菜セットになります。まだね、しっかり中は見てないんですけど、こんな大きい段ボールでね届きました。で、なぜ私がこれを頼んだかっていうと、私大阪に住んでるので、緊急事態宣言も出てね、こうできるだけ自粛してくださいっていうことで、もうずっと家にいてるんですけど、まあ、もちろんね、生きていく上でやっぱ食材とか買いに行かないといけないので、必要最低限の時だけスーパーには行くようにしてるんですけど、まあ、そんな中でもできたら私も外に出たくないので、昨日楽天をねずっとこう見てたら、すっごいレビューのいいこのお野菜セットを見つけて、まず星が 4.44 と高くって、レビュー数も4396件ありました。で、こんな感じでね、見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、新鮮な野菜がたくさん入ってました。普段使ったことのない野菜もあり、料理するのが楽しみですだったりとか、大満足で野菜質いっぱいですとか、元気な野菜がたくさん入っていってびっくりしましたとか、そう、そしてね、そう、この発想が早い。私昨日頼んだのに、もう今日の朝さっき本当届いたのでびっくりして、もうとにかくね、あのレビューがいいんですよ。ということでね、私も頼んでみたんですけど、いかずつね、何が入ってたか一緒に見ていきたいと思います。こんな感じで、今回入ってるお野菜もね、こう手書きで書いてくれてます。ここ見たら何入ってるか分かるんですけど、まあ、順番にいきます。まずこれかな、チンゲン菜が入ってました。まずチンゲン菜と、すっごいしっかりしたマイタケも入ってました。めちゃめちゃ大きいですよね。レタスですね、レタス入ってました。セロリも入ってました。あれ、これ何、これさっきのこっちはヒラタケみたいです、すいません。で、こっちがね、マイタケみたいです。あ、しかも待って、最初のやつチンゲン菜ちゃうわ。これ何、これなんや、これがチンゲン菜で、これはこれなんやろ、でもね、多分白菜なんかな。これなんか新聞に巻かれてるやつね。水菜が入ってました。ほんますっごいしっかりしてる、めっちゃ美味しそう。もうこれサラダで食べたいですね。きび高原のネギが入ってました。きゅうり、人参、椎茸が入ってました。玉ねぎ2つ入ってました。お茄子ですね、大きいの2つ入ってました。ズッキーニ入ってました。これもめちゃめちゃ大きいよ。これはもうキャベツやね、絶対。おー、でかー、キャベツ。こんな感じで入ってました。ということでね、お野菜15品は以上です。こんなにね入ってるので、めちゃめちゃ助かりますよね。で、今回私が頼んだのがこの15品野菜セットっていうのと、プラス岡三地の卵6個入りっていうのをね、プラスにすると260円で買えるんですよ。合計3840円でね、このセットを買いました。私はこのセットで買ったんですけど、このお野菜セットだけやったら3580円で、しかもね、送料無料で送っていただけます。今回まあ自粛ということで、こんな感じで私は楽天で購入したんですけど、やっぱりね、なかなかちっちゃい子供がいてると、外にね一緒に買い物とか行くのも怖いと思うので、よかったら皆さんもチェックしてみてください。こちらはまあ今回楽天で購入したということで、楽天ルームの方にね載せておきます。で、楽天ルームは概要欄の方に載ってあるので、よかったらそちらからチェックしてみてください。こういうね、あのネットを使って皆さんもできるだけ外出を控えるようにしてください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。